三国志演義を読むたびに、そりゃあ義演も裏切るよ、という感想を持つようになった、普通のゆっくり霊夢です。初期に諸葛亮から、顔面が気に入らない、という理由で処刑されかけ、晩年になると、裏切るかもしれないから、という理由で敵もろとも爆殺されかけてましたからね。三国志演義の義演はとてもかわいそうだと思う、慈愛精神たっぷりな悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは義弟曹丕の逆鱗に触れまくって処刑された男、宝君よ。彼は正論を言い続けた結果、身を滅ぼした人物ね。曹丕は人材の好き嫌いが本当に激しすぎる男ですからね。彼に気に入られれば大成し、逆に嫌われれば処刑される。そんな危険な皇帝ですぜ。さて改めて紹介するのは宝君、あざなを宿業。自身の上層分を破壊されたり何度も左遷されるぐらい曹丕に嫌われ、曹丕が病死するわずか20日前に執念で処刑された悲運な男。彼は一体どういった人物なんですか？宝君は遠州大山軍兵糧圏出身の人物で、漢の司令高位宝泉の旧大先の子孫でもあるわ。ちなみに彼の父親である宝信は曹操のことを英雄としてみなし、曹操が賊から奇襲されてピンチに陥った時に命を落として曹操を救出して戦死した人物でもあるのよね。故に曹操は212年になるとその方針の、この褒章を信徒抵抗に報じ、さらに今回の主役である宝君を上昇縁に任命して方針の命がけの功績を称えたの。恩人の子供を登用するなんて曹操も案外義理がたい男です。217年。曹操は長子である曹丕を大使に任命し、宝君を大使中書士にも新たに任命して彼に曹丕の補佐を依頼した。そして後に宝君は黄門次郎に任命されて中央から外に出されて義軍西部隊にも任命されたの。時に曹丕の奥さんである郭夫人の弟は局集権の管理に任命されており、その弟さんの泥棒行為が明らかになったの。当時の法律ではこれは死刑相当になる重い罪だったようで、曹丕は父親である曹操が近くにいないことを良いことに宝君にお手紙を書いて、どうか夫人の弟の罪を免じてほしい、とお願いしたの。おそらく曹丕はこの件を内々に処理したかったんでしょうけど、宝君は独断でこれを、判断せず普通に曹操に指示を仰いだようね。元より曹丕は長年自分のことを補佐してきた宝君が正しいことを優先して曹丕の方を優先しないので彼のことを嫌っており、この一件が引き金となってその憎しみはもはや殺意とそう変わらないものになったみたい。大使時代から宝君は曹丕に嫌われてますぜ。しかし、宝君は曹操から直々に登用された男。曹丕もあからさまに彼のことを邪険には扱えません。しかしここで軍会の警備をしていた兵士の中で休暇の日数を間違えた者がおり、曹丕はこれ幸いとして注意にこの罪を上奏させて合法的に宝君の罪を暴いて彼のことを罷免したの。まあ後に宝君は自御史として職務に復帰してきたんだけども、これも曹操の寵愛ゆえか。はたまた実力ゆえの復帰なのか。220年。曹操が亡くなり曹丕が曹操の後を継いで義王に即位すると、宝君は父母問い、侍中に任命されたの。そして同年のうちに曹丕が漢王朝からの禅譲を受けて義の初代皇帝に即位すると宝君はいつも口酸っぱく曹丕に向かって、今、義国でいち早くやるべきことは軍事の強化と能量であり、民に対しても優しい統治をするべきです。間違っても馬鹿でかい建物や庭園作りなどを優先してはいけませんよ、と釘を刺していたようね。曹丕もおそらく、そんなことお前に言われんでもわかっとるわ、と内心ぶち切れていたことでしょう。時に曹丕が仮に行こうとした際、宝君は外出中の曹丕が乗っている車を止めて、私が知るところ、いにしえの名君たちの中で遊びほうけていたものを一切知りませぬ。しかし陛下は馬遊びにご熱心な様子で私はとても心配です。故に私は命を賭してでもこの陛下のお遊びをいさめたいと思います、とわざわざ上奏してきたのよ。まあ宝君も宝君なら曹丕も曹丕で、曹丕はこの宝君の上奏分を自ら破壊して普通に狩りを続行したんだけども、曹丕様も頭の血管ちぎれるんじゃないか、っていうぐらいピチピチしてますぜ。その後、
曹丕は狩りの途中で休憩をとって側近たちに、狩りと音楽ってどっちの方がすごいのかな？と質問したの。するとこれに有用という人物は、無論、狩りの方が勝っているに決まっています、と返答したのよ。するとこの問答を聞いていた方君はもう烈火のごとく怒り出し、はぁ、音楽ってのは世の中の風俗の変化を知ることができるすごいものなんですけど、音楽を知れば民の不安や希望を知ることもできますし、それに対し狩りは、命を奪っているんですよ。こんなもん暇な時にやるべきことでどうして音楽が狩りに勝っていましょうか、と曹丕に伝え、それとは別に、有用は陛下に媚びへつらう輩であり、すぐにこれを罷免すべきかと、とも上奏したの。ここに来て曹丕はようやく周囲にもすぐにわかるほど怒りをあらわにし、この上奏をしてきた方君を側近から外して地方に追い出し、彼のことを雄中郎将に任命したのよ。方君がこんな男だと曹丕は太子時代からあらかじめわかっていたでしょうに。なんで皇帝になってから側近に任命したんでしょうかね。まあおそらくその答えは単純で、方君のことを評価していない義の高官たちがそんなにいなかったからだと思うわ。223年になると曹丕の友人の尚書令鎮軍、僕意芝居といった懐刀たちが方君を推挙し、彼を御史中将に任命したの。曹丕がしぶしぶ方君を再度中央で用いるようになると、義の百官たちはより襟を正してお仕事をするようになったようね。方君は皇帝にすらずかずかと文句を言える男です。当然、他の者たちにはそれ以上の注意をしているでしょうからね。そりゃあ怖いですよ。225年、曹丕は後の討伐をしようと考え、百官たちにこれの議論をさせた。しかしこの議論の最中に方君は、これまで義はたびたび後討伐に乗り出したものの、いずれも失敗しております。おそらくこれは蜀と後の両国が連携し、かの国が両外を頼りに引きこもっているからであります。まあ正直これ以上の出兵はお金の無駄だと思うのでやめた方がいいのでは、と諌めてきたので、もう曹丕は何度目かわからないほど烈火のごとく怒って方君を地所失法に左遷させたの。方君も何度目の左遷ですかこれ。ちょっと還元の仕方を改めた方がいいんじゃないんですかね。その後、結局曹丕は方君の意見に逆らって後討伐を行ったものの、失敗してしょんぼりしながら受春から帰還している最中に陳留軍に駐屯したの。すると太守孫陽は曹丕に挨拶をしに来て、その帰り道に方君の陣営を突っ切ったの。本来、陣営を素通りする行為ってのはダメな行為なので、軍営霊士の有用は孫陽を罰しようとしたものの、これに方君は、私の陣営はまだ完成されてなかったのでいいではないか、と有用を説得してこれをやめさせたのよ。むむむ。方君も案外法律をがっちり守る人間ではないってわけですか。上場酌量の余地があれば時にこれを見逃すこともあると。そして曹丕の大軍が洛陽に帰還すると、方君は有用が罪を犯したのでこれを罷免するように上奏してきた。すると有用はこのままじゃ罷免されると思ったのか、密かに曹丕に、方君は過去に孫陽の軍律違反を見逃したことがあります、と上奏したの。故に曹丕は御事のりで、やっぱ方君クソだわ。こいつを逮捕するべし、と布告したの。曹丕は親密な部下だったらどんな罪を犯してもこれを見逃してくれる男ですが、反面気に入らない男だったら些細な罪でもものすごく大げさにする君主でもありますぜ。その結果、方君は逮捕されて帝位の皇従は皇帝の曹丕からかなりの圧力をかけられたものの、義の法律を遵守したのか方君の罰を懲役5年に処すべきであると主張し、対して帝位未完は罰金に金で十分かと、と主張してきた。当然ながら方君を処刑したい曹丕にこの帝位らの言葉は到底納得できるわけがない。でも法律を司る帝位皇従の言葉を無視すれば曹丕は法律を無視した男という悪評を残すことにもなる。故に曹丕は、一時的に皇従を罷免し、帝位三冠のことを死刑が当然の方君をかばう法律すらも守らない役人たち、であるとしてこれを逮捕し、強引に方君処刑をやり遂げ、ようとしたの。もはやなんたる執念か。おそらく皇従も必死に曹丕の意向を汲んで方君の罪を調べまくったはずです。でも結果、
どんなに調べ上げても懲役5年の刑罰を下すことが限界だった。総比は皇帝なのに義の法律を曲げて法君処刑に乗り出してますぜ。どうやら総比が本気で法君処刑に乗り出すことを知ると、この時の義を代表する大将領、使徒家金、陳軍大将軍陳軍、自中神秘、少書衛心、それに法君を取り調べた高従は揃って総比に、法君の父親である法心はかつて陛下の父親である曹操様を命がけで助ける功績を残しました。ここは法心に、免じてどうか罪を免除してあげてください、と法君の除名活動をしたものの、総比はこれを認めずに法君を処刑したの。法君はものすごく意図徳高き人物であり、人に施すことを好んで家に一切財産を残していなかったみたい。そして法君の死のわずか20日後に総比は病死し、あと少し法君が長生きできていれば、と人々は、法君の死を悲しんだようね。逆に言えば総比は自分の死を悟ったからこそ、急いで法君処刑に乗り出したのかもしれませんね。陳寿は法君のことを、正義を守り続け、君主によって処刑された。なんと惜しい人物か、との評価を送っているの。総比の逆鱗に触れて処刑された義の賢人の中の一人だったわ。正論を言い続けてばかりいるといずれ身を滅ぼす。そのことを表している人物であるとも言えます。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。大史時代からずっと総比に嫌われ続けた男でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。